今日はヒョウモントカゲの、脱皮不全ですね。をちょっと、見てもらおうかなと思います。まあ、普通の脱皮不全、脱皮は2日ぐらい前から始めていて、で脱皮不全だなって思って、で昨日の夜、まあ、2日目の夜ですね、まあ、あの大幅に皮が残っていたので、そこはちょっとめくってあげたんですけども、目の部分だけね、あのうまく取り除けなかったっていうか、まあ、目の表面のところにまで皮がついていたんで、で濡れた綿棒でね、捨てちゃったか、濡れた綿棒で、まあ、チュッチュッてやって皮だけ取ってあげたんだけれども、でも目がねまだ腫れてるみたいなんで、まあ、ちょっとそれをどうしたらどういう対処するのが一番いいのかなって、まあ、見たらね、インターネットで調べたら、まあ、脱皮不全はあの、まあ、次の脱皮の時にまた皮がめくれるから、まあ、それでいいっていう意見もあれば、まあ、目薬だとかもあるから、そういうのをね、まあ、病院でもらった方がいいっていうような、ね、意見があったので、一回病院でそのね見てもらって、でまあね、その消毒してもらって目薬をもらってっていうことした方がね、次の脱皮まで待ってる間に目がね悪くなっちゃったりしたらいけないんで、まあ、一度見てもらおうかなと思います。でそれが今ねこんな感じで今、まあ、寝てるんですけど、皮はもう全部一通り、めくりました。まあ、温度が25度ですね。25度で湿度が 60%。 はい、で、ちょっと見ていこうかなと思います。でですね、今餌の食いもあんまり良くないんですよね。コオロギ入ってますけど、ここね1週間ぐらいあんまり食べようとしませんね。はい、これね目の様子分かりますでしょうかね。こちらの目なんですけども、まあ、皮はね取り除いたんで、今なくなりましたけども、皮がついてる時は目のねところも白くなっていて、でこれ目がね開いた状態でも目の中が白いく皮が残ってたんですね。で皮はまあ取り除いたにしても、うん、目がね開かないみたいなんですよね、うん、はい、なんでこれを見てもらおうかなと思います。で皮がついてる時はもっとね目が全体的に腫れてるような様子だったんですけども、皮が取れたら、腫れは引きましたね。はい、うん、でもう片方はこんな感じね。はい、でこれね昨日の夜見てたらね涙をね結構出して、涙のねその濡れた感じでめくろうとねベロで頑張ってたんですけど、めくれないみたいなんで、結構ね大粒の涙を出すんだなっていうのがねちょっと衝撃的でしたね。はい、じゃあ今病院ですね、ヒョウモントカゲを見てもらいに病院行ってきました。で今日もティカちゃんの、ティカちゃんのね薬もらってきました。でこれがバイトリル抗菌剤で飲む飲み薬ですね。内服薬って書いてあるやつです。抗菌剤を1日に2回飲むと。朝夜ですね。で、こっちは、目薬か。目薬の、まあ、目の抗菌剤。こいつを1日3回やるっていうことで、お薬を2つもらいました。で、診療の内容もね、君がいるとちょっと君肩に置いてくるかな。そっちで。ちょっと診療の内容をじゃあ
見てもらおうかと思うんだけど、ごめんね。はい、目を見てもらいまして、でこっちのね、左目はもともと開いてたんですけど、右目もね、開くように、目の中を、消毒してもらって、目の中を見てもらったんですけどね、昨日まではその脱皮不全で目の中に皮が入ってて、でその残ってた目の皮も、僕がその綿棒濡らした綿棒でちょいちょいっとやって、全部取ったんだけども、それでもね白いの残ってたんですよ。でそれは、海だったんですね、なんでそれはあの、病院に行ってそれの海を全部取ってもらって、で消毒の目薬をしてもらったっていうことですね。でネットで見ているとその脱皮不全で、目の中のねその皮がむけない人って結構いるみたいで、で、解決策ってね、病院に行くか、それか次の脱皮を待つかみたいなのの、二択だったんですね。ただこの海っていうのは放っておくとね、目がその病気になってしまうと思うので、これは見てもらった方がいいですね。で良かったなと思ってます。でもう一つ、重大な、ことが見つかりまして、この子ね、餌も最近あんまり食いが良くなかったんですね。あんまりここ1週間ぐらいそんな食べてなかったんですよ。でその、原因も見てもらいまして、それがですね、見た目にわからないことだったので、それが結構びっくりしたんですけど、口の中ですね、口の中も産んでたんですね。でその口の中の海が何だったかっていうと、捕食するときに、口の中を怪我してしまったか、それかコオロギの、足だったりだとか頭だったりだとかっていう硬い部分を噛むのに失敗して、でその怪我したところから、海があったのかわからないんですけど、その口の中をね先生に見てもらったらですね、その海がねベロッと剥がれるぐらいね、進行してたんですよ。だからそれが痛くて食べなかったんじゃないかっていうところだったんです。なのでね、こういう機会に見てもらうっていうのは非常に効果的なことだったなと思います。でそれでね、さっきの薬、これ目薬と、内服液の両方で、その目の方と口の方の、治療をすることにしました。費用はね、4000円ぐらいでした。比較的いい内容なんじゃないかなと思ってます。でその診察してもらった時はね、この目を開けてその目薬さしてもらって、でもう目の海もねなくなったんですけど、一回これもう一回やろうかっていうのは、そのバイキンが目に入っている状態でこの繁殖してくると思うんで、またそれを、抗菌剤で、バイキンを殺していくっていうことなんですけど、これね本当ネットで目のねこの症状を調べると結構出てくるんですよ。このヒョウモントカゲの脱皮不全、脱皮後のその目の開かない症状っていうのは、なんでこれの、解決策としてね、なんかの参考になればいいなと思います。目薬はロメワンっていう目薬ですね。でなんか前にも見たことあるような気がする。多分前にも使ってるか、ロメワンだった。あ、じゃあ一緒だね。そういや症状も一緒だもんな、うん、白い目だったよね、あの子も。そして目やにが、ごめん、開かね。まあいいや、開けよう。
これね、昨日びっくりしたのがね、この肛門トカゲ涙出すんですね。この目がね、その、まあ、白くなってたところを見てたらね、大粒の涙が出ててね、すごいかわいそうだなと思ってたんですよ。今、目の上についてるんですけど、もっと大粒の、ね、涙がね、ついてるんでね、すごいかわいそうだったんですけどね。で、今目閉じちゃってるんですけど、これちょっとで、ね、触ってこう目開いてあげた方がいいって言ってましたね。まあ、この状態でもいいんですけど、開いて中をね、消毒してあげないといけないんで。固くなに開けない。下は？下も開かない。ピンセットで開くって言って。先生もね、ピンセットで取った。今ちょっと開いたね。これ表面張力でまたピュッてこう出しておきながら、目の上に乗っけると、あんまり時間かけると疲れちゃうんで、ちょっと手早くね、これ目の中に入っていることだけこうやって確認してすぐ戻してあげようかなと思うんですけど、うん、いいね。まだまだ目は開いてるけども、ちょっと薄めにね、まだまだ完治ではないかなって感じしますね。ただ1週間2週間してればおそらく完治するだろうと思われます。で、それでも治らない場合はもう一回病院に来てくださいって言われてるんで、まあ1週間まずは様子見ですね。じゃあ帰るかね。で、元気な子の目はこっち。さっき診療してもらった時の後にはこの目に戻ったんで、またこの抗菌剤が効いてきたらこの目に戻ると思うんで、そのなんだ、目の中がその産んできた時にまた白いやつがね出てくるといけないんで、それを定期的に、やってこの目に戻っていくっていう流れです。はい、じゃあ戻そう。お、開いた開いた。開いたよね今。うん。自分ででも舐めてる。うん、舐めてる舐めてる。開くようになっただけでもね、その
進展と言えるよね。ほら、なんか違うラプターとかあのスネークアイみたいな風に見えるいつもの目と違うから。じゃあまあこんな感じでちょっと様子見っていうことで、今日はそのヒョウモントカゲの、目の診療って言ったらいいのかな、まあ、脱皮不全による目の炎症の対処の仕方でした。はい、おいで。はい、ありがとうございました。Thank you.